い、皆さんおはようございます。はい、今ね、あのスライドしましたね、あの視聴者の方とね、はい、うちのドバの、ね、下で働いてる方なんですけどね、スライドしました。はい、今日はね、10月の26日月曜日の朝でございます。はい、またね、新たな1週間が始まりましたけど、今週も頑張っていきましょう。はい、ということで今朝なんかニュース見てましたら、ね、今年の年末年始は最大でなんか17連休ね、になる可能性もあるということですね。はい、まあ、僕らはあのカレンダー通りなんで、関係ないと思うんですけど、はい、ね、17連休ですよね。これどうしましょうかっていう話ですね、本当ね。月の半分以上休みなんでね、僕らそんなかったら本当ね、生活できなくなりますね。はい、はっきり言ってね、うん、ね、はい、東京の方なんかね、まあお金持ちの方なんかね、嬉しいですとかね言われてましたけどね、はい、ね、羨ましいですね、本当、うん、ね、僕ら日給月給なんでね、なかなか月の半分も休みますとね、単純に給料が半分減るということなんでね、ね、本当死活問題になってきますけど、はい、ね、休み、そう、昨日あのリスナーの方がね、視聴者の方が、アームロールのね、アームロールのお仕事ってね、どんな感じですかっていうあの質問が来たんですけどね、はい、アームロールの仕事って、まあこのね、あ、エンジン踏んじゃった、よし、これね、毎回ね、エンジンかけたら忘れてるんですよね、アイドリングストップ機なのね、はい、アームロールの仕事ってね、どんな仕事ですかっていう、質問が来たんですけど、はい、まあアームロールは本当ね、操作に慣れたらね、もう、まあアームがね、機械が勝手にやってくれますんでね、人間の力は全くいらないんで、操作一つでね、できますんで、体力を使うことはね、ないですね。はい。ただ、コンテナを置いている場所が、いつもね、平らなとこに置いてあるわけではないので、やっぱり、狭いところとか、カーポートのね、低い屋根の下とか、あと、地面がね、斜めに傾斜になっているところとかね、横に傾いているところとかありますのでね、その地面が斜めになっているところはこう、まっすぐ引っ張ってもね、まっすぐ上がってこないんですよね。斜めに上がってくるんで、下手したらうまいことね、レール、2本のレールに引っかからないことがあるんですよね。はい、だから、その辺の操作がね、ちょっと難しいですよね、慣れるまではね、微調整がね、はい、から斜めに入ってね、角度をつけて、で逆ハンドル切ってっていう感じでね、頭を振りながら微調整しながらね、レールにまっすぐ、この台車の荷台のレールにコンテナのレールがね、まっすぐ乗るように、微調整しながらやらないといけないんですけどね、はい、それも慣れたらね、もう全然問題ないと思いますしね、やっていくうちにね、自然ともうこの動きがね、アームロールの動きが分かってくるようになるんでね、そこはね問題ないかと思います。はい、あとはもう本当ボタン1個でね、アームが勝手にやってくれますんでね、はい、全然僕らはね力いらずなんで、やっぱりこのコンテナが下ろせますとね、手積みも非常にねしやすいというねことがありますんでね、はい、ね、このコンテナ背負ったままとか、ね、よく2トンのダンプとかありますよね、普通の2トン車のダンプですね、土木の方とか使われてる、ああいったものに手積みしようと思いますとね、ほんとね大変ですよね、背が高いんでね、荷台がね、このコンテナがやっぱり下ろせますとね、非常に楽ですね、はい、手積みなんかもね、うん、だからアームロールの仕事ってほんとね、その操作さえ慣れたらね、もう普通免許でできるんで、普通車の免許でできますんでね、はい、特に必要な免許はねありませんのでね、よく現場でも聞かれるんですよ、これ何の免許がいるんって言われるんですけど、本当何のね免許もなしでね、普通車の免許でできますんでね、はい、まあ、最初のうちはね結構広い現場とかね、見やすい現場を多分回してくれると思うんですけどね、最初の慣れるうちはね、うん、うちの会社は大体そうでしたね、はい、配車係の方が気を使ってくれてね、うん、ね、そうでも慣れるまでは本当やばいと思ったらもうやる前にね、会社なりね、事務所に電話して、他のね運転手さんにねやってもらうとかね、ちょっとここはできませんっていう感じでねやった方がいいですよ、本当斜めったりね
下手してあの上げてる途中にフックが外れてね、箱を倒したりとかね、いうことがね、ないこともないんでね、うん、なんで、ね、慣れるまでは本当ね、無理をしないことが、まあ何にしてもそうですけどね、無理をしないことがいいと思います、はい、よいしょ。で、あとはまあ、大体産廃屋さんってね、こう、地場の仕事ね、あら、前の車いかんな、ま、あの地場の仕事が多いんで、毎日ね、まあ、家にね、帰れるというところもいいとこですよね、はい。で、そんなに夜勤とか夜働くこともそんなにないですしね、はい、その辺はいいところですね、うん。で、そんなにぶっ通してね、2時間も3時間も走ることはないんで、ね、長距離の方がよく取られてるあの430休憩とか、もうそこまで走ることはないんでね、だいたい走っても僕らなんか1時間とか1時間半ですね、1時間半も走ることないかな、あんまりね、うん、現場に行くまでがですね、うん、1時間走って、まあ、現場で手積みをね、30分から1時間して、で、また1時間ぐらいかけてね、ドバの方へ帰るという、まあ、その繰り返しなんでね、本当、ぶっ通しで運転するということもないんでね、はい、そんなに眠たくなることもないですしね、ちょうどいい距離じゃないでしょうかね、はい、ね、1時間ぐらい走って、で、現場で降りて、ちょっと体動かして、ね、で、また1時間ぐらいかけて帰るとね、いう、はい、そんな感じですね、うん。はい、だから僕にはね、非常に、僕のこの生活スタイルにはね、非常に合っておりますね、この仕事はね、はい、まだまだちょっと子供もね、小さいと言いますか、ね、小学生なんでね、ほんとね、うん、ちょっと融通聞かせてくれますしね、うん、やっぱり他県に出てるとね、すぐ帰れませんもんね、何かあった時にね、はい、まあ、県内だとね、まあ、1時間とか2時間ぐらいあればね、遠いところにいても帰れますんでね、うん、その辺はいいところですよね。よし、はい、そんな感じですかね、ざっと産廃屋さんね、はい、休憩時間もね、ほんと自由に取れますよ、自由にっていうか自分のタイミングでね、取れますね、うん、あんまり毎回毎回現場行くたびにね、30分もね、1時間も休憩してたらさすがにちょっと会社とかに言われるでしょうけど、うん、まあ現場で着いて手積みして、まあ入れ替えなら入れ替えの作業が終わって、で、まあ、5分ぐらいね、一服したりして、で、土場に帰ると、ね、そんな感じでね、で、昼ご飯の時間も、まあ、自分でね、自由に取れますしね、はい、まあ、次に行く現場の時間が決まってて、その時間がね、もうない場合はね、先にその現場を済まして、その後にまあ取ればいいんですけど、まあ、そんな感じでね、毎日臨機応変にね、その日の状況を見て、自分でね、昼ご飯食べる時間とか、休憩時間はね、撮っていますね、はい。まあ、どうしてもこれ運転してる時がね、休憩っていう感覚がありますんでね、はい、僕はね、うん、ね、まあ、でも本当しんどい時はね、本当無理せずね、近くのねパーキングとかに泊まってね、休憩したりすることもありますけどね、はい、まあ、何にしても無理しないことが一番ですね、はい、ね、うちの会社も無理だけはせんとってくれって言ってくれるんでね、はい、それをまあ無理させる会社も中にはあるでしょうから ね、うん、ね、まあ、会社によってそれぞれだと思いますけども、はい、まあ、無理はしないことが一番だと思います、はい、事故したらね、元も子もないんでね、はい、はい、今ですね、朝一の、ね、あ、昨日の土曜日のね、積み置きの廃材を下ろしてきましたけど、まあ、こんな感じでね、結構ずっとね、運転しっぱなしっていうことはないんで、現場と土場のね、往復なんで、で、その間にはね、仕分けとか積み込みとか入れ替えのね、作業なんかが入ってきますんでね、ずっと運転しっぱなしっていうことはないんでね、はい、まあ、飽きることはね、そんなにないと思いますよ、で、毎日毎日違う現場に行きますんでね、ルートも決まってないですし、うん、毎日違う現場なんでね、その辺も飽きは来ないと思います、はい。で、まあね、産廃屋さんって傍から見たらまあ汚い仕事とかね、そういった感じでね、見られるかもしれませんけどね、まあ、僕は入った当初からね、そこはね、全く気になりませんでしたね、うん、まあ、僕はちょっとね、アホなんで、
かもしれないですからね、うん、別に仕事なんでね、ちゃんとね、お客さんにお金をね、お客さんからお金をいただいてね、やってますんでね、はい、ちゃんとした仕事なんでね、お金が発生してますんでね、そこに、うん、必要とされてる ことなんでね、はい、だから別にそこはね、僕は気にしたことはないですね、本当ね、うん、ね、はい、まあ本当ね、あのお金が発生してる以上はね、本当必要とされてることだと思いますんでね、世の中からね、はい、必要のない仕事なんてね、ないと思いますんで。まあ、そんな感じで若い頃からね、20代前半からずっと今までやってきましたけどね、結構あのコメントくださる方で、あのね、僕も20何歳とかでね、今現在20何歳とかで、あの産廃業やってますとかね、言われる方おられますんでね、本当ね、あの僕もね嬉しいと言いますかね、はい、あのね、若い方やっぱりいらっしゃるんだなってね思いますね、はい、励みにもなりますしね、うん、ね、そんな感じですよ。コメント見てね、いつもね、こっちがね、なんか励まされると言いますか、はい、ああいるんだなーってね、単純に思いますね、はい、ね、周りにいないんでね、ほんと参拝屋さんでね、あんまり僕が知ってる限り、まあ、周りというか、まあ、よその業者さんあんまり知らないんで、うん、まあ、うちの会社で言いますとね、ほんと僕も入ってから僕ずっと最年少ですからね、まあ、1人あの若い子1回来たんですけど、23ぐらいの子が、あの子も半年ぐらいで辞めたんですけど、うん、ね、まあそこの、あとまあ人間関係さえね、何の仕事でもやっぱ人間関係ですよね。人間関係がうまくいかないと、やっぱり、ああ、また今日も会社行くの嫌じゃなとかね、そんな感じになったらね、で、出だしでもうつまずいてたらね、なかなか長続きしないと思いますんでね、人間関係もやっぱり大事だと思いますよね。はい、うち人間関係ないですからね。うん、本当一人なんで、朝行ったらもうすぐ事務所で鍵もらってね、トラックチェックしてエンジンかけて出発するんで、で事務所帰ったら日報出してね、もう帰るだけなんで、本当ねないですよ、人間関係と言いますか、人と触れ合うことがそんなにないです。うん、ね、まああんまりおかしい人はね気にせんことですよ、前も言いましたけどね、あんまりずっと気にしてるとね、本当ろくなことないですからね、ね、淡々と仕事をこなしていけばいいだけですよね。他人のことをあれこれ気にしてたらね、本当面白くなくなるんで ね、うん、ね、それが一番です、はい、あとはもう好きなね音楽を聴きながらとかね、僕もあの離婚して当初ね、あのすごいへこんでましてね、もう精神状態のね波がもうすごかったですね、起伏がね、でそういった時にやっぱりこう、まあ一人なんでね、こう運転しながら、まあ、落ち込むこともありますけど、逆にこう好きな歌を聴きながらね、まあ、僕なんか長渕剛さん好きなんで、長渕剛さんの音楽聴きながらね、気分をね盛り上げたりねしてやってましたけどね、うん、そういったこともいいですよね、他人に見られることがないんで ね、人と一緒に仕事するわけじゃないんで、他人に気を使ってね、振る舞うこともないですしね、はい、そこら辺非常にいいと思いますよ、はいね、おかげさんで今はもう吹っ切れてね、バリバリ頑張っておりますけども、はいね、そんな感じですね、はい、参拝屋さんざっとお話ししましたけどね、またいろいろあのね聞きたいこととかね、細かい、まああんまりね会社に勤めてますんでね、僕もあんまり細かいこと言えないかもしれないですけど、言える範囲でね言っていこうと思いますんでね、参拝業に興味のある方とかね、質問とかね、どしどし、してみてください、はい、よろしくお願いします。はい、では今日は忙しいんでね、朝一で動画撮影終わろうと思います。はい、本日も長々とご視聴ありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。